人とか年齢の上の方ですら結構混乱したりとか翻弄される中で、もともと生まれた時からそういう SNS に囲まれていて、まだ柔軟にいろんな意見も吸収している若い人たちって、正直何を信用したらいいんだろうとか、情報の取捨選択ってもっと難しいのかなと思うんですけど、そういう層に対してはどう考えてほしいとかっていうのってありますか？いやいやもう特にこれこういう風に言うっていうのはないんですよね、はい、いやだからまあ普通のもちろん教科的な答えはネットリテラシーを身につけてね、こうちゃんと情報の真偽を見極めつつ飛びつかずに少し考えてから行動しましょう発言しましょうとかそういうやつなんだと思うんですけど、言っても意味ないじゃない、だからなんかもう言っても意味ないなっていうしか思わないんでそこは僕なりの意見を言わせてもらうと科学だと思ってるんですよ、科学的なベーシック一応義務教育で教える程度の知識はつけましょうね。情報の取捨選択って意外とそれだけでもできるんですよ。例えば放射能に関する言説とか、あとはなんかわかんないけど詐欺サイトとか、っていうのは明らかにベーシックな基礎的な一応義務教育で教える程度の知識で多分9割以上取捨選択できるんで、あなた科学の元素周期表を一応習ってるはずだよって、いやー覚えてないですみたいな話になるのでそこは学習指導要項なのか何かで変えた方がいいんじゃないかな、教える方を変えた方がいいんじゃないか、学校の先生が教えるんじゃなくてオンラインエデュケーションにした方がいいんじゃないかとか、根本的にそういうのを変えてあげるとベーシックなそこの部分の知識はつくので変な言説に惑わされなくなるとは思うんですけどねっていう真面目な意見です。その通りだと思いますよ。ただ僕は常に思ってるんですけど、本当は科学っていうのは何かが分かるっていうよりもここまでしか分からないっていうために使うものなんですよね、科学っていうのは、まあ、僕の言い方で言うと分かることを示すっていうよりは分からない部分を示すのが科学なんですよね。だから今のお礼さんのに重ねれば、科学を知ることによってこれがデマだっていうのは分かるんですよ、それを弾けるんだけど、弾いた後もやっぱりいくつか残っちゃうんですよね。 そこはやっぱり決めるのはすごく難しくなる、で今のコロナでもそうだし、いろいろ明らかにデマを弾いた後もやっぱりいくつか意見ってあって、でそれは実は決まんないんですよね。だから僕は多分そこまでまず行かずに何か対立してるじゃないですか、もうだから完全に明らかにデマを信じてる人たちいっぱいいますよそれは、でまずだから科学を知ることによって科学で解決できないというか分からない部分、まあ、それは新型コロナウイルスでも原発事故でもありますよね、でその中でこの分からない中で僕たちはどうしたいんだって言って議論をするのがすごく健全だと思うんだけど、まずそこが問題が切り分けられてない問題ってのは一つありますと、でもう一つはそこに対して絶対的な正義はないし科学は全部決められないしっていうことを分かった上で、じゃあ分かんない新型コロナウイルスだったらもうめちゃくちゃ分かりやすいところで言うと、人間の自由を制限することと人間らしく生きることっていうのは絶対対立するわけじゃないですか、そこを民主主義で決めましょうとか、多分そういう風にならなきゃいけなくて、それ全くそういうのを説明しても理解されないっていう、じゃあまあなんか先ほどの非常に常識的にそのなんていうかすごいベースの科学的なっていうか、まあ、ある種の論理的な思考能力っていうのを身につけた上でネットリテラシーを高めるどうもな、なんかできそうな気がしないですよね、なんかそれで先ほどあの政治の問題っていうことで、元来その論壇って非常に政治に影響力があったわけじゃないですか、そこに自分が介入してって政治のところから変えていくとか、そこは考えてらっしゃるの？まあ、僕はそれは自分のもう仕事ではないと思うっていうのと、あとおそらく政治を変えるっていうのはやっぱり人間的なコミュニケーションがなしでは無理ですよ、で結局人の考え方を変えるってなんか論文読んですげえって思って変えるようなもんじゃない、だからそれは、ね、自然科学と人間社会を混同してるわけですよ。自然科学はそうですよ、だから新事実が発見されました、これ何か間違ってました、そしてそれ論文読んだらあそうですねっていうふうになるわけですよ、それもそういうルールと全部が作られてるし、そもそも自然科学においては間違ってるか間違ってないかを判定するのは自然ですからね、人間社会じゃなくて。でも人間社会の方はやっぱり何か新しい新事実と言われるものが出てこようが、新しい考え方が出てこようが、それをどう受け取るかっていうのもまた人間の問題であって、全然そんなことによって決定されないわけですよ、でそうすると結局人の意見を変えていくっていうのは一人一人説得していくってことであって、それやっぱすごい手間かかるし、あとコミュニケーションのなんか蓄積みたいなものも必要ですよね、まあ、だから一言で言うと論壇の言論人っていうのは言論人自体が一種の政治家にならないとそれは影響力持てないわけですよね。そういうところまで引き受けた上で社会変えるっていう風にやらないと、本当は言葉っていうのはそれは政治的影響力持たないと思うんですね、
で僕はそういう点ではそれは自分にはできないなと思ってる、うん、だから別のことやろうと思ってるわけですね、うん、だからそれはまあ言論選挙にも書いたけれども、はい、ツイッター上でやっぱり論争とかをしてる人たちっていうのはなんか根本的になんか勘違いしてる気がしますね。論争なんかしたって何も変わらないし、うん、誰の意見も変わらないんですよ、うん、あれは両方の陣営が、まあ、マスターベーションしてるだけですよ。だから人を変えてくってやっぱすごい大変なことだなみたいな、なんかすごい普通のこと言ってますけど、うんうん、まあ、それは僕はこの10年間考えてきたことですね、うん、っていうかだからハッシュタグを打つだけで世の中変わるっていうようなそういうこう安直な考え方をしない人たちを増やし、でその人たちがちゃんと活動できるようにしていくというか、ちょっとあっという間の時間が来てしまったんですけれども、東さん本日いかがだったでしょうか。言い残したことっていう質問も、言い残したことはあれなんじゃないですか、僕の本の宣伝なんじゃないですか。これやっぱり宣伝企画ということで来たので、それについて思うところは、これでも今日聞いて本当知らずだったり言論に入ってみたいと思った人結構いたんじゃないですか。そうといいですし、あのまずはクリックですよね、うん、まずはアマゾンでクリックです。まずはアマゾンでクリック、ノータイムでこれ考える必要ないな。ノータイムノータイムでクリックしてほしい。そういうのが、まあ、最後メッセージですね。そんなね、あの新書だから、あこれはね1時間で読みますよ。全く時間を取らない。860円、そう考える必要ないです。ノータイムで読まなくて羽が動けばいいんです。ノータイムでクリック。さあ東さん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。